ちゃこんにちは、豊さん。はいよ。いつも、はい、まあ、いつもというか、はい、2回以前、はい、こう振り返りのやりましたよね、プロ野球史、阪神が優勝した年であったりとか。まあ、83年からやってるけどね、はい、で83年、85年って奇数をやってるんだよね、祭りが。そうだ。いや、ちょっと飛ばしてみ見てんの、はい、で、また偶数に戻るから。わかりました。なんだよ、この年やってねえじゃないかって言う人は必ずやるんで、はい、そこ待っててください。ちょっと楽しみに、はい、続けてやっても同じチームが優勝してんじゃないかなっていうのがあって。確かに変化がなかったりします、ね、変化がなかったりとかする。ただ、はい、俺もいろいろちょっと調べてるけど、ええ、そういうことでどういうことがあったとか、うん、昔はいろいろあったな。面白いことありましたよね。面白いことはやんちゃなやつ多いわ。多いですよね。多い多い。というわけで、はい、今回は数年の87年にちょっと戻りたいと思います、はい、87年、はい、まあ、どんな年だったかというと、はい、ちょっとボディコンが流行った年とか。ボディコンね、はい、だからボディコンであのこうこうあれじゃない、そうです、バブルが始まって、ま始まった時か、まだですね、そうじゃない時です、はいはい、これバブルが来そうな時ということなんですけれども、この年に、はい、セ・リーグ、パ・リーグどこが優勝したかと覚えてます、はい、多分ね、うん、パ・リーグはもう西武の黄金期だから、うん、まあ西武だと思うんだけど、はい、でも85年を振り返った時に阪神が優勝してるでしょ、はい、でもね、すぐ落ちた印象があるんだよね。そうですね。だからまあ安定して強かったのは巨人だよ。もうそうです、セリーグは巨人、そしてパリーグは西武、うん、もう圧倒的に2位と8ゲーム差、9ゲーム差それぞれつけてるので、うん、まあ強かった時ですよ ね、ちなみに阪神は6位だからさ、あのさ、あダイナマイト打線かなんかって言われてて、ここまで落ちるかなと思うよね。落ち方がちょっとジェットコースターみたいですね。そうだな。で、太陽は5位です。安定の低クラスだな、はい、で、日本シリーズを制したのは西武ライオンズ、はい、日本一になったというこの年なんですけれども、そうだな、やっぱ西武は、はい、ですよね、はい、でこの年どういった選手たちが活躍したかというと、はい、まず最優秀選手はセ・リーグは巨人の山倉選手。山倉さんは、はい、結構意外性のバッターで、はい、ここでホームランを打ってくれって言った時にね、うん、8番で打ってたんだよ。この年打ってるんですよ、ホームランを。だからすごい山倉さんにやられたイメージが強いの。あ、そうだったんですね。でパ・リーグは東尾さんです。東尾さんはすごいな、やっぱりな、出てくるな、ちゃんと名前がな。そうなんですよ。で新人はヤクルト、セ・リーグはヤクルトの新井さん、はい、で、パ・リーグは近鉄の阿波野さんです。この時ね、はい、やっぱ問題があったんだよ。成績が持ってるでしょ、はい、あ、これですね。あ、はいはいはい、ちょっと読み上げて、はい、パ・リーグの個人の投手成績、阿波野さんが15勝、うん、あ、西崎さん、うん、2番も15勝、はい、並んでますよ。並んでるよね、はい、勝ちは、あ、負けはどっちが多い。負けは、阿波野さんが12敗で西崎さん7敗なので少ないよね。阿波野さんの方が多いですよ、負けて。貯金は作ってるよね、はい、で防御率、防御率が 2.88 が阿波野さん、はい、2.89 が西崎さん。そんな感じ、もう 0.01 しか違わないよね、はい、なのに阿波野さんが取ってる新人。いや、だからこれはね、ものすごい問題になったんだよ。もう両方上げないんじゃないかっていうような年だったんだよね。そうですよね。ただもう勝ちと負けの比率はさ、勝率は西崎の方がいいわけじゃない。いいんですよ。あ、ただこれ三振の数いくつ、阿波野さんが201、西崎さんが176。いやでもさ、いやでも勝ち星が、勝ち星と比率でしょ、やっぱ勝率でしょ、先発ピッチャーは。そうですよね。三振をいくつ取ったかじゃないもん。沢村賞だったら三振の数っていうのは、はい、規定の中にね、はい、組み込まれてるけど、新人はないもん。ですよね。でチームの成績を見ても近鉄この年最下位で、うん、日本ハムは3位なんですよ。だからなぜな、これ投票だからね。あ、なんか、あ、そうか。だからもうやっぱ投票はこの頃からやめた方がいいって言われ続けてまだやってるというね。ちょっとなんか改革しなきゃ、ちょっと改革しした方がいいな。そうですね。で、首位打者が、はい、巨人の篠塚さんと広島の翔太さん、あ、で3割3分3厘で取ったんだよね、はい、でね、で近鉄は、パ・リーグは近鉄の新井さん。新井さん天才的だったね。あ、そうだったんですね。もう本当に力感がないんだよ。こうやってスッと構えてポンと出すだけなの。本当に力感なかったから、もう天才的なバッターだね、はい、
で、本塁打王、ホームラン王は、はい、セ・リーグは広島のリチャード、はい、リチャード・ランス、はい、で、パ・リーグは西武の秋山浩二さん43本。あ、すごいね、秋山ね。で、打点王はポポポンセです。ポポンセ、ね、はい、はい、で、パ・リーグは阪急のブーマーです。で、盗塁王は、屋敷さん、セ・リーグで、パ・リーグは、ロッテの西村さんと近鉄の大石さんが並んで41個、うん、もう福本さんの時代ではなくなったよね。時代、そうですね、この時に感じますね、時代の流れを、はい、で、次ベストナイン、はい、いきましょう。ベストナインは、セ・リーグは桑田さん、はい、で、キャッチャーが山倉さん、はい、一塁ランディーバース、二塁篠塚さん、はい、三塁原さん、はい、で、ショートが宇野さん。宇野ね、宇野さん取ってるんですよ、頭の子。いやいや、まあね、それこの年は当ててない、当ててないんでしょうね、はい。外野はクロマティとポンセと吉村さん、はいはい、で、パ・リーグは、ピッチャー工藤さん、うん、で、伊藤さん、はい、で、だから優勝したところのバッテリーだよね。そうなんだ。からこの頃からやっぱりいいキャッチャーがいるところが優勝するって言われるようになってきてるよね。そういうことですね。そういうこと、そういうこと。で、ブーマー、はい、で、白井さん、はい、石毛さん、はい、で、水上さん、水上さん、はい、で、秋山さん、はい、新井さん、で、はい、ブリューバーで、指名打者が石峰さん、こういった順に並んでいます。なるほど、はい、まあ、やっぱりそうそうたるメンバーだね。まあ、そうですね、名前を見ても、はいはい。で、じゃあこの年のセ・リーグの各チームのベストオーダーを見ていきます、はい。まず5位の太陽からです。お、いいね、最初に来る最初に来てます。あたかも優勝したような感じだな。とんでもない5位です。5位だな、はい。1番、はい、高木豊、はいはい、2番、高橋さん、あ、正弘ね、はい、正弘。だからあのスーパーガトリオの、はい、あの一角加藤さんが崩れて、はい、正弘が入ってきたんだよね、高橋正弘、ショートでね、はいはい。で、3番屋敷、4番、はい、4番ポンセ、はい、5番片平、はい、6番安土、安土、はい、7番田代、そして8番、はい、若菜とオーダーで。7番は田代さんだもんね、はい、本当は4番打たなきゃいけない選手だったのにね。あ、7番になってます ね、 そうだね。で、ピッチャーはまあ先発遠藤さん、三浦さんだったりで、はい、斉藤昭夫さんが抑え、ね、中継ぎと、はい、いうことで、やっぱりベストオーダーの特徴がニュースーパーカートリオができたと、うん。で、ポンセが不動の4番、そしてエース遠藤に加え、巨人出身の韓国帰り三浦の2枚看板となった。そうだね、三浦さんが韓国で20勝かなんか上げて帰ってきたみたいな、すごいのかなと思ったら、うん、もう7エラの変化球だよね。もう変化球ピッチャーだよ、はい、本当は剛腕投手だったのに変化球ピッチャーに変わって帰ってこられた。じゃあ続いてヤクルトの、はい、行きましょう。ヤクルトはちなみに4位でした、はい。1番新井、はい、2番渋井、はい、3番、杉浦、はい、4番ホーナーで、6番ホーナーが来た年だな。あ、ホーナー来た年だったんですね。ボブホーナー、へー、赤鬼、赤鬼って言われてたんですね。すごかったよ。それ知らないですか。いや、もうね、現役メジャーリーガーっつって、はい、もう触れ込みすごかったんだよ、はい。で、メジャーリーグバリッバリのメジャーリーグが来るっていうのは、はい、もう本当にボブホーナーが初めてぐらいだったんだよ、はい。いや、メジャー経験者とか、はい、ある程度ロートルになって来る人はいたよ、はい。でも現役バリバリできたんだよ、向こうの契約が合わずに。あ、そうだったんですね、うん。で、日本でやるって言って、はい、で、いきなり3連発だったのね、ホームラン3連発だったから、1試合3本だったから、すごい。あの池田近房が投げてた、はい、ピュンホームラン、ピュンでですか。いや、本当にで、センターバックスクリーン入れたのも、はい、ポンと打ったら、うん、あの池田近房がジャンプしようかなと思ったの、はい。取れるかなと、そのまま入った。入っちゃったんですか。3本目はねえだろうと思ったら、はい、ポンって全部ポン。いや、もうすごかったよ、やっぱ。やっぱそのメジャーリーグとの差ですよね。いや、俺はびっくりした、衝撃受けた。あ、じゃあその年なんですよ。あんな、こんな選手がいるところで、はい、まあ、例えば俺らがメジャー行けるとかなんとかって言っても、はい、太刀打ちできんなと思ったよ。その差を感じた、感じた年だったんですね。で、5番がレオン、ああで、6番広沢、ああ7番八重樫、8番が池山さん。でも、ヤクルトがさ、85年の時言ってたのが、はい、もうこっから若返ってきてるよね。あ、そうですね、年齢が。ずいぶん若返ったでしょ。池山とか広沢とか入ってるわけでしょ。はい、25歳、22歳ですもん。ね、で、新井とか渋井とかももう若いもん。あ、だからこっからヤクルトが90年代に入って強くなる、なんかこう。
予兆があるね。ああ、ここからだったんですね。で、ピッチャーは先発が伊藤さんだったり、小花さんだったり、あと荒木さんですよね。で、抑えに高野さん、高木光さん。はい、いいピッチャーが揃ってきてるよね。やっぱ変にありますね。やっぱ強くなるだろうなと思うもん、メンバー、ね、振り返ると。この年何位だったの？この年4位です。あ、いや、やっぱり太陽より来るな、行くってことですね。で、やっぱりあのホーナーのバットで赤鬼、うん、っていうことですよね。で、5年目の荒木が10勝、ドラ1の意地を見せた。で、2年目の伊藤が14勝、若い芽が出てきた印象のシーズンだった。そうだね、まさにそうです。なるほど。はい、で、3位の広島です。はい、で、1番山崎、はい、2番正田、3番高橋、4番、まあ、鉄板だな、はい、小早川、そして5番衣笠、6番長嶋、7番ランス、8番達川という。やっぱ安定してるよね、広島はね。名前見るとそうですね。うん、そうだな。だってピッチャーもやっぱ川口、北別府、大野、白竹。これね、大変だったんだよ、打つの。力があるもん。ピッチャーに。ああ。無理ですね。コントロールはいいしさ。はい。もう厄介だったよ。で、ただベストオーダーの特徴としては山本浩二が引退し、衣笠の衰えで打線の迫力はなくなったが、うん、新加入のランスが低打率ながらも本塁打を獲得した。で、川口、北別府、大野の3本柱に加え、相変わらずの火の玉ストッパー津田の威力はすごかった。2割3分ぐらいでランスはホームランを取ったんだよ。本当打ねんだよ。え、でたまに当たったらでかいんだよ。もう内野守っててフライが嫌でな。なんでめちゃくちゃ高く上がるんだよ。落ちてこなかったな、やっぱ。ああ、それがランスだったんですね。で、次中日、今年2位です。はい、1番彦野で、2番三村、うん、3番ゲイリー、4番落合、5番宇野、6番大島、7番川又、8番中尾と。だってさ、はい、このさ、うん、落合、宇野、大島ってこれホームランを取ってるからね、3人とも。そこがそりゃ嫌だよ。3、4、5、6、ああ、2位になりますね。なるな。はい、でピッチャーは、まあね、相変わらずの小松さんいますし、杉本さん、そして角田さんとか、うん、はい、あと抑えに角源氏。あ、やっぱ強いな。そうですね。で、これオーダーの特徴としては、落合さんが移籍してきた年、あ、そうだね、はい、で打線に厚みが増したと。で、投手を除く1番から8番打者が2桁本塁打数を超えていた。そうだね、打線のチームだよ。で、投手陣は小松、杉本の左右のエースに角が抑えで活躍し、チームが締まった。星野さんだからね、監督がね、もう必然的に締まるよね。そうですね、締め上げられてた。そうそうそうですね。そうそう、はい、じゃあ、優勝したこの1位のジャイアンツのお題いきましょう。はい、1番松本、2番岡崎、3番篠塚、4番原、5番クロマティ、6番吉村、7番中畑、8番山倉。いや、この年山倉さんが結構打ってるからさ、うん、ダブルクリーンナップがあるみたいな感じだったんだよ。山倉さん22本打ってるんですよね。そうですよ。だから、はい、吉村さん30本、吉村って7番ですよ。6番か。この年は6番なんですよ。いや、6番中畑さんだって嫌だから、3割打てるバッターだ。あ、そうだ。いや、もうね、ダブルクリーンナップみたいな感じだったんだよ。嫌ですね、これは。めちゃくちゃ打たれたらいい印象がある。もう戦力差がありありだもんね。そうですね、これは。で、ピッチャーもそうですよ。先発が桑田、江川、牧原、水野、西本、加藤で、中継ぎに隅、サンチェで、抑えに香取で、木田さんがルーキーで、まあ、登板なしなんですけど、木田さんが入ってきたとして。なるほどね。はい、そりゃ優勝するな、これは。このメンバーの後に、何なんですけど、最下位の阪神のオーダーいきましょうか。1番真由美、2番北村、3番バース、4番掛布、5番岡田、6番佐野、7番平田、8番木戸。だから下位打線が全然違うよね。あ、そうですね。いや、そりゃさ、吉村いて、中畑さんいて、うん、山倉さんいて、いや、そうしたらやっぱ違うよ。山倉さんが22本打ってんだろ。そう、木戸何本打ってんの？6本ですだろう。まあ、それだけでも違う。平田なんか打ってねえだろ。平田なんか打って3本？そうだろ。そりゃね、戦力差はあるよ。そうですね、うん、こうやって。ただやっぱり上位のバッター見ると、そうそうたるメンバーがいるよね。並んでますもんね、やっぱりこう見ると。やっぱそこら辺がね、はい、問題を起こす。今問題を起こす。いやいや、まあまあいい。まあまあいい。どういう特徴があるの？ベストオーダーとして85年のベストオーダーとほぼ変わらない打撃陣だが、うん、当時に比べ全員が成績を落とした。
投手陣にエース級の助っ人キーヨが加入したが、打撃陣が振るわず2桁勝利も負け越した。キーヨはね、いいピッチャーだったけどね。そうなんです。そう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 。ただやっぱ負け越したということはやっぱ打ち勝ってくれなかった。打てなかったね。なんでこんなことになったのか。パリーグはない。パリーグはそうです。いつもセリーグしかやってこなかったんで。あ、そうか。なるほど。で、はいはい、この野球史振り返るとなんで阪神が最下位だっていうのも分かるんでしょうかね。そうだね。はい、まず3月22日、阪神開幕前だね。開幕前何があったんでしょうかね。はい、3月22日、阪神タイガースの、掛布さんがですね、はい、午前0時45分ごろ、酒気帯び運転のため現行犯逮捕されて、何ですかこれ。現行犯逮捕ですよ。今じゃ大変なことになってるよね。酒気帯びですよ。そうだね。はい、でその5日後です、はい、3月27日阪神のランディーバース、スピード違反のため検挙。何ですかこれ。まあ再開になるわな。こんなことしてたらね。やっぱ本田起こした時って阪神ダメなんだよ。これはちょっとやっぱ緊張感が緩んでたな、まあ、全体的にね。緩みすぎですよこれ。そうだね。現行犯逮捕。ちょっと今度影見さん呼んで怒らないとな。この時のこと聞きましょう。聞かない、はい、で4月8日、はい、広島東洋カープの高橋義彦さんが、はい、激励イベントへの出席を拒否しオーナー代行の怒りを買い2週間の禁止処分。何ですか。いやだからなんで拒否したんですか。いやこんな開幕前にこんなみんなが集まって、はい、なんていうの、もうみんな疲れてるんだと、開幕前でピリピリしてるんだと、はい、なんでこんなことやるんだっていうような感じだったんだよね、はい、うん、そしたら禁止処分2週間開幕出られなかったんですか。みんなやんちゃだろ開幕前。すごいですね。酒気帯び、スピード違反、拒否、拒否で禁止処分。禁止処分。いやみんなねやっぱねやんちゃだったんだよ。自己主張が激しい。いやだから面白かったんだよ。逆に言うとね、逆に個性的で、個性的で。ああなるほど。で、4月15日、はい、ヤクルトは、アトランタブレーブスとこのボブホーナーと正式契約。ここで。いやすごかったよ。まさか本当に来るんだと。センセーショナルですよねこれは。で5月に入りますと、5月2日広島市民球場での広島対中日戦、これ6回表中日の攻撃、はい、2アウト1塁の場面で、はい、1塁走者の川端が盗塁し、はい、広島の、セカンド正田からタッチアウトされるが、この際川端が正田にタッチが強すぎると正田の胸をついてバン抗議した。これをきっかけに両軍の選手が飛び出て乱闘。審判は中日の監督の星野仙一と広島のコーチの伊勢さんに退場を宣告、うん、で審判は星野に対し全員を退場させたら野球ができなくなるので代表として退場を宣告すると説明。もう岩本ってさ、はい、中日にいたんだよ、乱闘要員みたいな、はい、もうユニフォームビリビリに裂かれてたからねこの時。いや、やってきたらいやもうね中日がピリピリしてたんだよ星野さんに、うん、なんか取りひえとか言ってね、川端も普通のタッチだよ、お腹に入ったんだよ。いや普通のタッチだよ、うん、なのに、うん、それからもみ合いで、そして両軍が入り乱れたら岩本っていうのは広島の話ではよ、はい、あいつに集中的に行こうって決めてたらしいんだよ。あ、もう決めた。もう野次将軍だし生きてるしっていうことで、はいはい、行けって岩本に全部行ったの。びっくりですね、本人も。もうユニフォームバリバリで、星野さんに大丈夫かみたいな、こんなんなってた。もう、だから開幕前ね、逮捕されるものもあり、でビリビリになり、もう5月で。ね、拒否もする。拒否もする。なんちゅう年なんでしょうか、ね。まあね、はい、で。その同じ5月の17日です。大洋ホエールズの、シクストレスカーノが、球団に対し、打撃不振で自信を失った後申告して了承される対談。これレスカーノってさ、はい、ポンセの先輩なの。へえ。でポンセが崇拝してた先輩が同じチームに来た。はい。そしたら全く打てないんだよ。ほんであれ誰だったかな監督。近藤さんだったかな。小松さんですか。小松さんだったっけ。はい、うん、で怒られたんだよ。あ、それでなんかコーチになんか怒られたら、はい、もう泣いちゃって、あ、小葉さんです、ね、泣いちゃって、はい、泣いた？泣いたんだよ、はい、俺やめるとかいう話をしたんだよね。はい、そポンセが、うん、いやいや、もう憧れの人じゃない、レスカーノって、うん、やめないでくれよとか言って、やめないでよ、やめないでよ、泣かないでよ、ねえ、うん、そしたら、いや俺はダメだ、できない、もう自信がなくなって、フライ落としたんだ、それで怒られた。フライ落として怒られてるの？怒られた、うん、帰っちゃった。
もう香り帰る go back home。 そしたらもうボンセがこんなになってたからもうお手上げ、なんなんあいつって、俺の憧れてた選手だったのにみたいな、帰っちゃった、弱いだろだから太陽、メンタル弱いし、ね、選手のメンタルは弱いし、みんなガチガチやってんのにな、おらーみたいな感じでやってんのに俺帰る、帰るみたいな、フライが取れなくて、そら弱いよな、そら多いでしょうね、そうですね、はい、続いて6月です、はい、あ、6月ですね、巨人、はい、中日戦で乱闘騒ぎを起こした、はい、ウォーレン・クロマティ、クロマティに対して謹慎5日間、罰金30万円の処分を科した、はい、何があったんですか、藤崎大球場で、はい、クロマティにぶつけたのかな、うん、あ、ぶつけたんだね、はい、宮下っていう中日のピッチャーが、はい、そしたらクロマティが謝れとかって言ったら謝らなかったんだよ、それは謝れないよな、うん、星野さんだ、監督は謝ったら逆に怒られる、逆にいけって感じでしょ、押して右フックかなんかバーカー殴られて、クロマティもう有名な乱闘じゃない、あ、そしたら星野さんが王さんの胸ぐらかなんか掴んで、はい、やんのかみたいな、そんな感じだった、世界の王さんバチバチだったんですね、バチバチだった、でクロマティが禁止5日間、そうそうそう、結構、いやでもこれをきっかけに、はい、中日とあの巨人のマッチレースみたいなのが始まる、ここからだったんですか、よし、ね、巨人が燃えたんだよ、しそうやったらやってやろうみたいな、おそれで多分優勝できたんだね、このきっかけがあって、あ、これがあった、じゃあなんかこれが起爆剤になったみたいな、なったみたいな、中日には絶対負けんないみたいな、で6月からこの8月に飛びます、中日の近藤真一さんが、はい、巨人戦に先発登板して、日本プロ野球史上初の公式戦初登板でのノーヒットノーランを達成、これ中日戦なんですね、中日、いやそうそう、いやすごかったよな、やっぱ近藤ってやっぱ何者入りで入ってるから、はい、どんなピッチャーなんだろうって、はい、ベールを脱いでノーヒットノーランでしょ、いきなりすごいピッチャー、すごかった、すごいなと思って、はい、俺らも対戦したんだよ、はい、次ぐらいに行ったんだよね、ノーヒットノーランやった次に、はい、大したことなかったんだ、何やったんだこの時だけ、なんかなんかその時はすごかったんだろうな、もしかして巨人戦で燃えてたのかもしれないですね、うん、これでこの球でできるの、もういったのっていう感じだった、あ、で次10月に飛ぶんですが、もう10月12日ですね、はい、阪神は役員会議を開き、監督の吉田さんを解任、はい、そうだね、球団の意向により、うん、あの私は似てる、やめることにしましたみたいな、意向に沿ってみたいな、そんな緩い、いやそんな感じだったんだよやめますやめますっぽいですね、似てますね、そうそうそう、で10月23日に近鉄は新監督にヘッドコーチの扇明さんを就任させたと発表、はい、こっから扇マジックっていうのが出てくるんだよ、近鉄が強くなっていった時ですね、そうそう、あー、ね、扇さんが、扇さんやっぱいい監督だったね、ですよね、名称だったね、はい、この会見の前に貧血かなんかで倒れてね、扇さんがですか、うん、やっぱ緊張してたんだよね、 あんなにどっしりされてた方に、どっしりされてた、まあ体調が悪かったのかどうか分かんないけど、はい、緊張かどうか分かんないけど、はい、なんかその会見の前にちょっと倒れた、ね、そんなことだったんですね、はい、で11月です、はい、江川さんが引退発表ということで、ね、怪物が一つの幕を閉じたというね、閉じた、まあ江川さんといえばやっぱこう憧れの人で、打者からするとね、あの人を打ちたいと思って努力をした、そのピッチャーが去るという、やっぱ寂しかったよね、そうですね、ちょっと寂しいということで、まあざっとこの87年を振り返ってきましたけれども、はい、やっぱやんちゃなやつ多いなおい、ええ加減にせえよって。でもやんちゃも同行してやんちゃですね、同行してるよ、そうですね、まあ同行してるけど、やっぱこう個性があって、はい、なんかみんなが熱かったというね、うん、そういうなんかこう時代背景もあるし、はい、で、まあ、ヤクルトがやっぱこう追ってみると、はい、あ、ここから土台が出来上がってきたというなんか年にも感じたよね、そういうのは垣間見えましたよね、あと扇さんがいろんなドラマを生み出してくるという、はい、ここから監督がここからね、うん、ストーリーが始まる年になったということですね、はい、まあ、次もね、はい、お楽しみに。